しゃべくり松代始まるよ。こんにちは。こんにちは。11月の27日日曜日、今ですね、時間は午後1時ですね。通常は7時からですね、毎週月曜日の7時から午後7時からですね、生放送でお送りしているこのしゃべくり松代。今日はですね、実は、松代テレビ局が計画いたしました、長野県地域発元気づくり支援金事業の住民ディレクター養成講座ということですね。今日は、ね、第4回目なんですけども、第4回にね、皆さん、講座を受けていただいた皆さんにここに集まっていただきまして、そちらの方にはね、受講生の皆さんが20人、30人、40人ぐらいしますかね。前にして皆さんね、緊張しております。私もね、いつもは3人か4人しかいないんですけどね、今日はね、たくさんの何十人の方いらっしゃるんで、緊張しておりますというようなことでね、いつもね、こんなくだらない話でね、始まるんですけども、マルト先生、今日はどうもありがとうございました。今日はですね、皆さんの中のですね、代表の方ね、お3名にね、出演していただきまして、質問やらね、いろいろ意見ですね、お聞きしたいと思います。まず誰に言ったらいいですかね。先生から口引きっていただけますか。一言、お待たせしますんで。そうですか、わかりました、はい。それでは真ん中でデンとしていらっしゃいます竹内さんですかね。どうでした、この感想とですね、先生に何か質問ありましたら、15分しかありませんね、手短に。についてお願いします。どうぞ。そしたら、なんですか、質問も兼ねて、ことなんですけど、私がこれをですね、知ったのが、長野 INC ケーブルテレビで放送された報道を見て知ったんですね。普段から見て。でですね、今年の夏にも、近場のスーパー銭湯で紙芝居やるっていうイベントありまして、でそれ長野 INC ケーブルテレビに、取材に来てほしいと電話したら、ちょっと信州新町での花火大会とかぶってるので行けないと、ことでしたので、私が手持ちのビデオカメラ引っ張り出してきて、録画して INC さんに届けたんですよ。たら編成局長の方まで見ていただいたんですけど、このままでは使えないので、後日また改めて取材に行くかとか検討するということを言われまして、でそれもあってですね、地域レポーターじゃないですけど、そんなようなことも実際にやりたいなということで、参加させていただいたんです。それでちょっと先生にお聞きしたいんですが、素人が自己満足で録画するのと、不特定多数の人に見ていただくというのは一番大きな違い、気をつけなきゃいけないことって何でしょうか。ですから素人の自己満足で、十分なんではないかというふうに思いますね。ですから飾る必要ないし、ですから表現したいと思ったら、そのまま表現するということ で特に講座の中でもね、お話しましたけども、日本の場合はそのブログなんかも大半が日記とかね、ですから日々の、つれづれを、そのまま語っているっていう形式が多いので、ですから構えず、力入れず、書いていくということが、大切であってですね、それほど多くの人にですね、見てもらうなってことを考えずにも、書いてよろしいんじゃないかと思いますけど。先生、あと、肖像権のどこだけは注意しなきゃいけないですかね。そうですね。それも映像の場合はまた話が違ってきていて、で多くの人ですから映像の中に巻き込んでしまう可能性があるわけですね。ですから最終的に、ですから映っている人 の許諾を取らないと、これまずいわけですから。そこだけ先生注意されれば大丈夫ですね。大丈夫ですね、はい。趣味の世界で撮っていただいていいと、はい、いうことですね。ですから、出たい人に、出たがる人をですね、選ぶというのがポイントですね。じゃあ私らがいつも出ちゃうな、はいっていうことで、はい、わかりました。森山さんどうですか。私本当に今回講義に参加させていただいて、本当に目を開かされるようなものがあったんですけれども、例えば今日のお話の中でキーワードがいくつか出てきて、地域消滅とか、ファストフード化とか、それから今書いてますね、先生の話。今書いてる。循環と継承とかね。ブランドは外部が作るっていうような、なるほどっていう思いをさせられました。それでちょっと
気になる言葉は第四空間っていう言葉が出てきましたね、はい、その中で今こうやってやっぱり講座に参加されてる方はちょっと年齢私も含めてですけど上なんですけれど、私若いですよすいません、やっぱり若い人、例えば子どもたちをこのどうやって取り込んでいくかっていうところは、ね、なかなか大変だと思うんですけどね、本当に第四空間っていうお話の中で、ネットの中に入り込んじゃって実社会とのこう接点も、ね、取れないっていうような形の子どもたちがこれから増えていくのかな、じゃあその辺の取り込みはどうしたらいいのかなっていうところはちょっとね、そうですね、ですから今日 の、まあ、住民ディレクター講座使ってテレビのね、使い方、テレビを市民レベル、住民レベルで使いましょうというような講座なんですよね、うん、1回から4回まで続けてきましたけども、最後の回は少し抽象的な話をしました。で、個人だけではなくて地域どうしたらいいかっていう話をする中で、今のような話をしてきたんですね。で、そこでのポイントっていうのは現実空間がありますと。で、これはもう慣れ親しんできた我々の、一番分かっている空間で、その上にインターネットは情報空間をかぶせたと。で、この二枚重ねの空間をどう使いこなすかっていうのがポイントになっているし、子どももそういう例外ではないんで、特に子どもの場合は我々知らないですから、スマートフォンなんかを使いこなしてますからね、上と下、情報空間と現実空間をこう行ったり来たりしながら、まあ、コミュニケーションを取ったり社会活動してるわけですけどね、多分ですね、我々よりも道具の使い方は知ってるし、で、そこのコミュニケーションの流儀っていうのは彼らの方が分かってるんじゃないかと思うんですよ。なので心配は無用だと思います。むしろ我々が彼らに教わるというような、ね、態度が必要なのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。先ほど先生のお話のね、若い人たちはね、新聞テレビ見なくてネットだというような話ですね。そうですね、はい、ですよね。だからそれこそ何ていうんですかね、彼らに道具の使い方を教わると。ただ現実空間のね、流儀というのは我々の方がよく分かっているわけなん で、そこは徹底的に、教えていくというような関係を作るということですかね、はい、いいですか、森山さん。はい、ありがとうございます。それでは私、ね、横にいらっしゃる宮本さん、はい、どうですか。今日はね、受付もしていただいてね本当にご苦労いただいちゃったんですけど、どうでしたか。全然こう興味もなく、興味なくしたのえあったんでしょはい、あまり機械のことはメカには弱いので、ほとんど子どもたちにも触ったことがないぐらいな私だったんですけど、前回と今回出させていただいて、ちょっとは楽しい、なんていうんですか、機械の扱い方もちょっと分かった感じもしますので、またもうちょっと勉強して行きたいなと思いました。とても楽しかったです。そうですかね、はい、はい、いや楽しスマートフォンを買う気になりましたはい、頑張ってみます、はい、ね、先生さっきから今夜はね、スマートフォンって100回ぐらい言いましたね言いましたね、言いましたね、はい、持って行ってるかもしれませんね、はい、先生宣伝でも待ってるんですか。スマートフォンですか。いや、もらっておりませんが、スマートフォン上で動く私が開発したおもてなびというのは宣伝料をもらってます。あ、先生ね、はい、先ほど私もちょっと質問しようと思ったんですけども、おもてなびっていうのは先生が開発だったんですか。そうですね、はい、どうしてそれ開発された。あ、私が開けちゃっていいんかな、すいませんね、はい、真っ白で生まれたんですよ。で、真っ白の、まあ、町づくりのお手伝いをしている時にですね、真っ白ってすごい歴史的な資源があると、うん、で、多くの日本人の方は来ていただけていますけれども、まあ、看板を見てもですね、日本語でしか書かれてないんですね。で、これはぜひ日本人以外の方にも見ていただきたい。外国人ですね、英語圏の人とか中国人、韓国人の方にも真っ白ぜひ来ていただきたい。で、そういった時にですね、看板を全部英語とか韓国語ね、また中国語に変えることはできませんよね。たくさんも看板いくつも上げなくちゃいけない。だったらですね、スマートフォンを使って何かできないか、これが発想の原点です。せっかくその、まあ、おもてなしの体制ができてますんで、外国人にも真っ白に来ていただく、まあ、そういった、まあ、突破口になるのがこうおもてなびっていう、うん、こういう道具なんですね。すごいですね先生ね。やっぱりもう先ほどもねお話ししたんですけども、松代に住んでる人よりは松代のこと一番知ってますね。私詳しいんでびっくりしました。愛して松代も愛してはいるかもしれませんね、はい、ああそうですか、はい、奥さんより愛してる。あ、よかそういうことは言ってはいけませんって、はい、言われちゃうんですよね。すいませんでした。はい、宮本さん何か他に何かありますか。
あ、宮本さんじゃない、まあ、森山さん、本当にあの2日間ご一緒させていただいて、というか講座はね、うん、あの4回で、いくんちでしたっけ、5日からトータルいくんちでしたっけ、トータル8日間、ん8日間ですね、トータル。本当に楽しくね、講義を受けさせていただいて本当に楽しかったです。先生にも本当に天地のことこんなによく分かってくださるかと、私よりもご存知じゃないかっていう感じでびっくりしました。で、あのポスターもね、あの2010年の松代イヤーだホイサッサを作られた先生だっていうことも今日初めて、うん、知りました。そうですね、はい、はい、お猿、これはですね、松代テレビ局の番組の冒頭にお猿出てきますよね、はい、先ほども出ましたね、同様、お猿の顔をモチーフにしたキャラクターを作ったと、あんまり知られてないんですけどね、はい、あのこれからし、広めていかないといけないですね、松野テレビで宣伝してますから、はい、キャラクターも先生が、いや、キャラクターはね、これはあれなんですよ、ハローキティの、デザイナーがデザインされて、初代デザイナーがいらっしゃる、キティちゃんと同じ方が作ったんです、そうなんです、はい、ですから、ですか、あのそれなりのって言いますか、やっぱり洗練された、ね、うん、デザインですよね、あ、はい、洗練されてますよね、お前の方向に話が行き、あ、そうですね、ありますまあ、今日はね、まあ、通常ですとですね、この筋書きぐらいはね、決めてあるんですけども、実は今日は突然に決まりまして、筋書きなしでね、今しゃべくり祭りやっております。素晴らしいですね、皆さんね、ゲストの皆さんがまたね、もう初めてなのにね、こんなに素晴らしくもうお話ししていただいてね、緊張してますか？緊張してます。どうぞ一言どうぞ、何かありますか、他にいいですか、もう何かありますか、また機会があったらぜひ勉強させていただきたいと思います。真ん中で竹内さんどうですか、はい、あの何、ケーブルテレビに出したんですか？いえいえ、あのケーブルテレビ契約しておりまして、うちで好きで見てるんですが、あのケーブル、私も見てますよ、ですね、ケーブルテレビってあの地方局でも取り上げないような、うん、本当にローカルな話題って取り上げるてくれるじゃないですか。だから私はいつも取り上げてもらったんでしょう。そうですね。すごくいいメディアだと思いますね。そうですか。それで関わってらっしゃるんですか？ケーブルテレビに関わってる、先ほどなんかビデオを送ったというような話をお聞きしたんですが、はい、まあ、あの視聴者の立場からあの情報で提供できるものはして、うん、まあ地域の発展ということに協力したいという考えであります。ああ、そうなんですか。そういうことでそういう活動をされてるんで、今回は講座に来ていただいたと、はい、いうことなんですね。ものすごく良かったです。どうですか、先ほどねお話あったんですけども、もう少し丸田先生に何かこんなことを他にありますか、他には、先ほどね、気をつけるところなんかねお聞きしたんですけど、どっか何かありますか、他には。あとはやっぱり先ほどの2チャンネルの話でも思い出したんですけど、放送禁止になったの作品とかコンテンツってあるじゃないですか、表現に問題があると、そういったことの基準も時代によってまた変わるので、常に情報アップデートしなきゃいけないなと思うんですが、特に今の段階で気をつけなきゃいけないことってのは何でしょうか。そうですね、だから差別用語をはじめですね、表現って結構難しいんですよね。でただなんて言ったらいいですか、例えば差別用語が使ってはいけないこともあるわけじゃなくて、で差別をすることはまずいんですよね。で差別用言が結果として差別用語を生むわけなんで、ですから差別の気持ちがなければいいわけです。だコミュニケーションってですから相手がいることなんで、相手がいるということを前提にですねコミュニケーションしていれば大概は許されると思います。ですからむしろともそういう時代を作らなきゃいけない、だからむしろ言葉狩りがあるような、時代が長く続いたんで、まあ、そういう環境は変えていきたいなというのは思ってるんですけどね、はい。あと、三田さん、あと何分ですか？はい、あと2分。あ、先生、あと2分だそうなんですけど、はい、先生、PR しますか、先生の2分で。いいですよ。やりますか？私の PR？ あ、やりますか？いいですよ。あと、先生の PR と、はい、あと、先ほどね、ちょっと申し上げたんですが、松代の人よりね、松代よくご存知の丸田先生。はい。じゃあ、丸田先生の目から見てですね、松代はどうですか、お父様がね、なんか松代の方ご出身だということなんですけど、ね、はい、どうですか松代は。これ小さい頃から松代知ってるんですよ。ですから昔雪もっと多かったですよね、うん、ですから特に正月なんか毎年来ていたん で、 そうですか、雪深い松代ってイメージがあったんですけども、最近ほとんど雪積もらないですよね。
でただもう一つね、すごく昔ですから小学校の頃ずっと来ていたんですけども、と比べて何が違うかって言ったら道路が綺麗になってね、街全体がものすごく綺麗になった、うん、でそういう意味だとすごく洗練された街になったっていうふうに思います。であとどうですかね、まあ、特に観光資源が、まあ、歴史資源が多くて観光地ですよね、有名な観光地にしてはね、ほとんど商売系がないっていう特徴がありますよね、うん、ですからむしろお土産が買えないで食べるところも少ないっていう意味だと非常に稀有な観光地ですから、これをね、要は一般の観光地化するのか、それともね、これこそ松代の特徴だと言ってね、でいいんだと、我々はこの歴史を守ることに注力して、でお店を増やすというようなことをしないという選択もあるんでね、そここそね、いろいろ、うん、まあ、町の中でいろいろ話し合いをしてですね、行くべき道を決めていただいたらいいと思います。でとにかく松代テレビっていうね、素晴らしい道具があるん でそういう、まあ、道具を使ってそういった情報交換とかね、方向性なんかを見出していってもらえばいいなというふうに思っています。はい、今は受講ね、今日受講していただいた方にもねお話しあったんですけども、特にあるんですか、最後にあと30秒ぐらいですか。20秒だそうです、はい、先生、受講者の皆さんにね含めて20秒で先生、はい、まとめていただいて、それはもう簡単、5秒で、はい、5秒で、はい、スマートフォンを買ってください。ああ、分かりました、スマートフォン先生155回ぐらい言いましたかね、はい、それでは、あと15秒あると思うんで、一言ずつ5秒ぐらいでどうですか、一言。森山さんから、ありがとうございました、楽しかったです。はい、どうぞ竹内さん。はい、はい、本当にありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。ぜひお願いします。はい、最後に、はい、とても楽しかったです、はい、スマートフォン頑張って挑戦したいと思います、はい、先生の宣伝効果がたくさんありますね、すごいですね。はい、まあ、これで30代ぐらい売れるんじゃないですかね。先生、バックマージンもらってくださいね。宮坂さんも話してますよ、はい、あ、私ですか、はい、分かりました。はい、はい、ということで、これは最後でしたけれども、先生ありがとうございました。皆様ありがとうございました。皆さんね、たくさんいらっしゃるんです。今日は1回目だけなんでね、皆さんも出演いただけなくて、皆さんもね出ていただいて、ずっとご苦労いただいてね、すいませんでした。じゃあこれで今日のしゃべくりマチロ終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。松代はあなたの街。しゃべくり松代、また見てね。